確かなのは、タケオ 1.0 がこの島のどこかにいるってことだけだ。リヒトフェンがいなくても、何をするべきかは分かっている。やってやるぜ。はい、今のちょっとね、話が今出てきたんですよ。タケオ 1.0 がこの島のどっかにいるってことはやっぱりね、いるんだよ。前のタケオが。いますね。やっぱあれと同じですね。あのデア・アイゼンドラハのあれです、デンプシーと同じですね。いやこれ楽しくなってきた。でね、さっきの逆ルート行ってみたんですけど、逆ルートにもなんか知らんけど、あのあれがありました。あれリバイブ、あそこにあります。なぜか多分両ルートにあるのかな。なんか2つのルートに両方ともリバイブがある感じかな。それとも先に開けた方にリバイブが出現するみたいな感じなのかな、わかんないです。マジ。よし、あ、ドリアン、ドリアンじゃないけどな、なんかこれ関係なし。とりあえず行ってない、こっち行ってみましょうか。よし、あ、あれはトラップですね。なんかちょっとムービーに出てきたやつですね。これは何？あ、ここでなんか種植えらあった。これは何なのかな、いまいち。多分謎解きに関係することなのかな。これ何？ファロ。あ、ファロが壁武器として追加されてる。ファロ今まで壁武器なかったんで、これはいいね。ファロが壁武器として追加されてる。これボックスの候補地。これなんか機体の中入るぞ。え？何これ？あ、パーツ回収。何？あ、何これ？何のパーツ？あ、ガスマスクのパーツゲットした。なんだこれ、ガスマスクって。なんか研究所 A ルートの奥行って、なんか飛行機みたいなのあるんですけど、それの奥でガスマスクのなんかチューブみたいなのゲットしました。これトラップか。特にこっちはもう何もないのかな。ボックスの候補地ってだけかな。じゃあじゃあ先に、これ何、これ関係ないんかい。今いんのがここか。絶対絶対に生き残れない絶対に生き残れないって書いてあるこれ海外に行って分かんないでしょうね、何書いてあるか。戦いに勝利せよ、電力は力なり、我らは屈強となり、敵は軟弱となる良き戦いである。いまいちなんか日本語がおかしいんだよなまあ海外の人が作ってるから仕方ないけど、なんかいまいち日本語がなんかおかしいんですよね。この奥なんかあるね。この雲ですね、なんか剥がせるっぽいです。なんかしたら剥がせるっぽい。ちょっと今のところはやり方は分かってないですけど、あの青い雲を剥がせるっぽいですね。まあ、電源入れとこうか。あ、これバケツだ。あ、バケツってあれだね、フューミゲーターみたいに何個かあるんだね。ここにもう一個ありますね、バケツ。これ一人だから今一個入れただけでついたけど、もしかして人数が多かったら人数分入れなくちゃいけないとかありますかね。わかんないけど。これまたクラフトテーブル。これはパーツ？これパーツ？パーツちゃうし、なんかあったけど。パーツも探すず行きたいので、これはボタンは関係ない。このこれは何なの、この檻を下げるって何の、なんか意味あんの。下に檻下げたらなんか下に檻が出現するとかあります。あ、なんかある。何これ、入って、ゾンビ行く、ゾンビ入ってこれ何なん、それは何なの、それ、その檻は何なの。優れた顔が欲しいってか。
え、檻は何なのこれ、なんか意味あんの。あ、バケツここにもありますね。とりあえず電源を入れていくしかないんだろうけど、パーツ特になさそうだな。え、なに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 、なんかなんかなんかあるけど、なにこれ。おお、奴らの首を切り落としてやれ。なんか知らんけど進化した。おお、すげえすげえすげえ、食ってる食ってる、食え食え食え、もっと食え。ニュークはいらん。これトラップなんかな、なんか食ってるけど、これは犬みたいな感じじゃなくて、なんか別に殺さなくても勝手に食ってくれますね。多分トラップ的な何かなのかな。痛い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 。次は回り道した方がいいな。あ、なんか植物がみんな食ってってる。なんか意味あんのかこれ。意味あんのかこれ。意味あんのか。いや、食ってくれなくなったな。なんだ今の。まあいいや。やばいやばいやばい、こっちからも来てる。あ、あった、ダブルタップ。なるほど、115の水の後ろにダブルタップ発見。多分クモの巣とかに追われてるから探しにくいんだろうな、多分他の自販機も。一応ジャグとクイックリバイブ、あとダブルタッパー発見した。で、あの下の檻は何なの、あれは。これ何なの、これは。自分が入るとかそういうのじゃなくて、なんか違うみたい。こっちは何、これは。1250、開けれるね、開けよう。あ、ここね、はい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 。で、次向こうで、バンカー4、あ、これがバンカーね。あれ？電源止まってね、115の。あれ？さっき電源つけたの止まってるね。どういう仕組みだ？電力は長くは持たねえ。他のスイッチも探した方がいい。あ、長く持たんとかいう、そういうのあんの。水力発電だからあんま長く持たないのかな。あっちは何、で、こっちは来たが、いまいちパーツの場所がいまいちわからない。この奥が結構未開拓地なんで、ちょっとここを中心に行きましょう、次から。ジャグもこの奥だし、あんの、とりあえずランドマーサイで無理だな。あー、1250か。どれぐらい電気が持つのかすげえ気になる。うーん、いまいちわからんの。あ、ボーナスラウンドかなこれ。いや、ボーナスランドじゃねえな。あ、片方止まったな、ジェネレーター。なんかやばいのいるけど。ますます怒り出したぞ。
待って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 、怖い怖い。俺が恋しいのか沼野郎。いい、復活してる。何あれ、やばいやばいやばい。いい、湧き直ししてる。2体いる。無理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 。いやいやいや、助けて助けて助けて、無理無理無理。ちょちょちょ、マジマジで無理、マジで無理。何これ、ちょちょちょっと無理無理よ、無理よマジで。え、数多くない？さすがにちょっと。肩を倒した。無理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 。めっちゃめっちゃゾン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 。数多い数多い数多い、ちょっと数多いって。いけないし、その先いけないし、ちょっといけないって。デスマシンあるならもうちょっと早く出してほしかった。あのウジ虫、他の奴らより手強かったな。痛い、やめろ。あいつもいない。いるわ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 。あいつがどういう条件で出現するのかがいまいちまだ分かんないんですが、ちょっと痛い、やめて。ちょっとまあバンカーの奥行ってみますか。あれは何なの？武器買った方がいいね、なんか適当な。これは何？あ、これポットか。これだけ苦労すりゃ喉がカラカラなのも当然。何何出る？肉いらない。あ、弱ない。あ、読み込みが遅かっただけか、びっくりした。何事かと思った。これはとりあえずクーラー買っとこう。俺は祖国を誇りに思うぜ。あれは戦友のパックパンチじゃねえか。水に浸かってちゃどうしようもねえが。あー、ちょいまいちまだわかんないな。対空砲台とかあるけど、なに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 。ちょっと行く場所が多すぎてポイントが足りない。あ、ラウンド来た。ボーナスラウンドだ。え、おお、気持ち悪い気持ち悪い。ガチかガチかガチか。え、キモいキモいキモい。どこ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 。あー、いた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 。あれラスト、よし。気持ち悪いけど結構、まあ、ガチめで。戦術なんかクソくらい。爆弾爆弾爆弾。危ない。ボーナスラウンド結構気持ち悪いの来ますね、真面目に。パワースイッチはこの辺にあるんだろう。あー、マジ？もう。俺は礼を言えないほどプライドが高いわけじゃない。ここ暗い、このマップ、このマップめっちゃ暗い。このマップめっちゃ暗いね。うわわわわ。どうすんのこれ。
え、どうって逃げんのこれ。ちょっと、どうって逃げんのこれ。ねえねえ、ね、どうって逃げんのこれ。ねえ、どうって逃げんの。すいません、どうって逃げるか教えてください。ちょっと待ってください、死にますマジで。ガチめにやばい、ガチめにいかん、ガチめにいかん。え、どうやって逃げん、どうやって逃げんのマジで。多分あの赤いの関係してくると思うんだけどな。ジャンプできないし。何何、ここなんかある。いや、なんもないぞ、もう。わからん。これ、ラウンド進めたらいけるとかそういうのあるかな。わからん、いけるかもしれない。ちょっとラウンド進めてみます。あ、動き始めた、動き始めた。そうそう、ラウンド進めるんだ、なるほどな。ちょ、ラウンド進めたらいけました、ラウンド進めたらいけました。死ぬ、無理だ、クッス、やっといけたのに。あー、もうちょっと今回むずくない。むずくない？ちょっと待って。まあ、なんとなく分かってきた。なんとなく分かってきた。あとはパーツの場所が分かんないだけだ。なんとなく分かった。うん、ちょ、なんとなく分かってきた。次でいけるわ。次でいける。第九手段は。あ、スタミア、あ、ランダムか。前ここはあれですね、あのダブルタッパーのランダムですね、これ。スタミアアップあるみたい。これは何。あ、これ、あー、このへんてこな人形があれ、このへんてこな人形があれだわ、今回の音楽だわ。ね、115の水の後ろになんかへんてこな人形があるから、これがそうですね。なんかどっか、あと2つあるんでしょうね、どっかに。またこっちは何なの、どうやって行くんこれ。あー、2個目あった、2個目やったぞ、へんてこなぬいぐるみ。ちょ、やばいやばいやばい、絶対詰め、絶対詰めだ。はい、2個目のぬいぐるみ発見、これだろう。あったあったあったって、2個目発見した、2個目あったな今。よいしょ、2個目のぬいぐるみは研究所 B の一番上ですね。よし、電源ついた。よし、電源はついた。よし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 。
しい薬を処方して、とりあえずジャグだな次は。安楽死のジャグか、何も始まらんし、もう移住区とかもあるな、なんかあるぞここ絶対に。コンストラクションとかなんか、スペーシメンルームドックとかある。あーこれあれか、これジップラインかこれ。AA ガンって何、めっちゃ気になるんだ。あーアンチエアってことかな、 AA ガンは。対空砲があるのか、でも対空砲使って何が起きるんだって話はなるけどね。いかにまあ2500貯めよう、ジャグは欲しい。まずさすがにもう勝ちラウンドだからジャグは欲しい。 BRM なかったら死んでるわ、危ない。ファイヤーダンスを見せられては感心せざるを得ばい。もうちょっと2500でもうちょい。マックスアモ、マックスアモ。デンプシー君、満月のように満面の笑みを浮かべているだろうな。はい、マックサモ、マックサモじゃない、ジャガーノグ。ちょっと難しいですね今回電源つけるのが。結構多分あれさ、1人だから今1箇所ですんだけど、多分4人いたら4箇所なんだろうな。こっちまだ行ってないな、こっち行ってみようか後で。あ、行けるわ、1000。はい、初めて行きまーす、こっちは。おお、なんか隕石があるね。エレメント115、バケツを満たす。あー、ここも水なんだ。でもこれ緑色の水だけど、なんか種類があんのこれ。緑色とか水色とか、水の種類があるっぽいな、なんか感じ的には。え、なになになに、なんか落とした、なんか落とした、なんか落とした。何何何、これ何これ、何これ、これ 4 とかやつ、 4 のパーツ落とした。 4 って何、 DG4 みたいなやつ。あ、ここめっちゃ積みやすそう、やばい、ここはいかん。何何何、あれは種の上だけだ、逃げよう。多分ここになんかあるはず。怖い怖い、危ない危ない危ない、マジ危ない。いやれ持っててよかった。痛い痛い痛い、ジャグ飲んでなかったら死んでるって。ダブルポイント。これ上なんかある、これちなみに。これはバリケード。あ、なんかジャンキある、あれはあれだね、スタミンアップ。無理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 、待て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 、やっぱ一匹残しでやった方がいいかな。ここ何、開けられないのここ。わしの鼻の中が、多分ガスマスクっていうのはこういうなんかあれじゃないの、なんかさっきの細菌みたいなのを防げるんじゃない、俺の予想だと。これ上登れないの、これ。そっから入れる、入れないか。多分ジャンキーはこのクモの巣に捕まるジャンキー、いわゆる巣、今俺が確認した中だと、あ、なんかある。何これ、下水使用。うわー、何何何何何何、お、どこどこ、ここ、え、ここどこ、なんか変なとこ来ちゃった。これは何何、うわ、なんか、いや、これな、な、な、なんなん、マジ気になる。ちょっと待って、これは何、これ HVK、 なんか変な研究室みたいに来ちゃったよ、ここパーツありそうだな、どっかに。ちょっと探してみましょう。これは何、あなんかある、これだろ、アンダーウェポン。これは使えん、今はまだな、ま、待て、パーツ、あ、これだろ、作り出さないといかん。ワンダーウェポンあった、これだ、これだ、ワンダーウェポン。なんかパーツ組み立てたら多分使えるようになるんだ。これだ、ワンダーウェポン。名前わからんけど。
これっすね、どう考えてもワンダーウェポン。やめて、まず出る方法を教えてくれ。これもなんかあるな。ここも なんだこれ、なんか作業台みたいなのがいっぱいある。こっち出口1500もかかるし、ちょっと待って。これガム、これなんなん、これ通信室。あー、こっちもダメか。やばい、迷子、完全迷子完全に迷子。この下は何なのこれ。これ下水仕様で帰れんじゃないの。帰れた、よし。二度とこのことは口にせんぞ。なるほどな、なんかいろいろ行ける場所がいっぱいあるんだね。あと行ってない場所っつったらどこだろう。バンカーの中にある。あ、こっち行ってない。あ、こっち行ったわこっち一周ぐるっとしてきただけだ。行ってない、こっちだ。750か、いけるか、行くわ。これは何だいこれは何だい、え、古代の遺跡か。爆発でクモンス、え、ちょっと、え、なんだいこれは。なんか変なとこ来ちゃったよ、変なとこ来ちゃったよ。ちょっと待って、ね、絶対パーツあるわ、これパーツあるな、多分。ここは何、あれはアーガスかな。あ、無理、危ね。何をしようと言うんじゃ。これなんなん、ドクロ、なんか取っちまったけど、なんだこれ。え、あ、奴らを殺さねば。あ、なんかもらった。あ、これはちょっとパッカーパンツの使い方いまいち分かりませんでしたね、今のところ。初見プレイ系、初見プレイかっこ3回目だと。いまいちなんかごちゃごちゃしててよく分かんないな。まあ他のマップも最初の時こんな感じだったから、まあ本当に。なんか報酬受け取り場みたいな感じなのか。ドクロは何なのこれ。なんかいろいろ種類があるけど、ドクロにも。なんかさ、これと同じ台座に置けとか、そういうパターンかな。ちょっと見てみるか、後で。沼の何かが目を覚まし、さっきジャグ失ったんだって、こっち。あ、痛い。多分これとドクロ同じ台座に置けとか、そういうのじゃなくて。何、やめてちょ、あ、マジ美容整形とか言ってる場合じゃない。めっちゃ来てる。無理よ、マジ無理。まあ電源の入れ方は分かったんで、まあちょっと初見っていうのはここまでにしようかと。なんか生き残れる気がしないんだけども。パーツの場所はまあ追って、あの別の動画で説明するということで、よろしくお願い。あー、未来がはい
はい、というわけでですね、絶望の島、ちょっとね、まあ確かにギミック凝ってるなって感じはしますね。まあ初見でやってみた感じ、まだね、わかんないとこいっぱいあるんで、まあそれもね、ちょっとまあ解明しつつ、まあちょっと外国人の人の動画とかもまあ見て、まあ、頑張ってね、今度からパッカーパン作ったり、まあアイテム KT4 とかのなんかやつも気になるし、ワンダイポンは見つけましたからね、ワンダイポンのなんか台座みたいなのも見つけましたし、まあそういうのも、もちろん謎解きもしますんで、見つけ次第、動画を上げますんで、そちらの方も、よろしくお願いしますと。じゃあ皆さんも絶望の島の動画、絶望島ってのはあれですね、絶望の島楽しんでみてください。お疲れ様でした。また、次の動画でお会いしましょう。さよなら。